高橋義和は、日本の鉄道員。名は、善一と読まれることも多かった。日本の鉄道早々期に、国有鉄道の職員となった、鉄道員の草分けであり、現場の叩き上げから車掌を経て駅長に昇進。鉄道省の成立後、66歳で没する、直前まで50年にわたり、鉄道職員として奉職する異例のキャリアを残した。中年期から長年にわたり、 新橋駅駅長、さらに初代東京駅駅長を退職まで務め、マスコミにもたびたび登場する日本最高位の名物駅長として当時の人々に広く知られた。日本の鉄道の父と言われる井上勝をはじめ多くの要人にもちぐるがあり、皇族からも親しまれていた。永年の皇族や外国の要人の送迎などを務めた功績で大正天皇、 丁名皇后の写真を受けている。現在の福井県にあった河池家に生まれた後、三河国吉田城下の高橋家の養子となった。1923年5月20日、小石川で乗り合わせた自動車が、神田上水に転落する事故に遭い、和稲田病院に運ばれたが亡くなった。彼の死を知り弔問には、大隈重信の爵、かつて彼を抜擢した井上勝の後を継いだ。 井上正順子尺、森村一左衛門男尺、藤田平太郎男尺、吉田十一二代目東京駅長などが訪れた。また葬儀には、大正天皇、帝明皇后を筆頭に、角宮家からのけ花、九条道美、松方正義良公尺、大熊重信、森村一左衛門、日本相撲協会などから、花輪が飾られた。東京都港区にある清少寺に墓地がある。 彼の未亡人は、自動車の運転手が過失罪で起訴されそうになったのを、忍びないと起訴猶予の嘆願書を提出した。ありがとうございます。